さあ原宿メモリアルの番外編小ネタ集野賀地区の番です。地方都市でぼんやりと暮らしたい気分さ。どうも野賀地です、はい、あのですね何田舎でもない、はい、まあ、そこそこその都市機能を備えた、はい、まあ、要はあれですね、政令指定都市ぐらいのレベルの、はいはい、ところで、はい、ボケーっと暮らしたい気分です。お、例えばどういうところですか。例えば、まあ、北で言えば、はい、仙台とか仙台、新潟とか、あとなんだろうな、札幌はダメなんですか。札幌はちょっと寒そうなんで、寒いね。あ、そう。だ200万もいるとちょっとね、あれですからね、100万弱ぐらいがいいかな。なるほどね、札幌は大きいですからね。そう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 、あとなんだろうな、静岡。あ、静岡ね。とかね、あと浜松とかね。あ、福岡の方、広島とか。はい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 、わかりました。さあ、そんな野賀地君、はい、今回もバシッと世の中を切りますよ。切っていただくこのコーナー、切りますよ。突っ込め、切る切る。おー、はい。さあ、今回のテーマは、はい、これ前出したかな、デフレ。うん、多分出てますね。出てる、うん、じゃあやめますじゃあホワイトデー。はい、じゃあ終わっちゃいましたけどね。終わっちゃいましたけど、はい、はい、じゃあホワイトデーに突っ込め、はい、もういらねえんじゃねえかみたいなね。はい、はい、よーい、スタート。ホワイトデーでしょ。なんかあんま盛り上がってないよね。バレンタインほど盛り上がりませんよね。ね、はい、ホワイトって何？バレンタイン、バレンタイン伯爵がいたとかって。ああ、そうなの。ホワイトってそんな人いたの？知らない。ホワイト系、ホワイト系、ソフトバンクのお父さん。まあね、みたいなね。ホワイトデーのなんかお返しのなんか買ったことあります？あ、ちょっと待ってください、ね、何あげるのがデフォルトなの？あ、そう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 、そう。え、バレンタインチョコでしょ。はい。ホワイトデーって何なんですか？分かんない。それでも告白みたいなのをお返しって意味だと、はい、この間聞いたのはなんだっけ、マシュマロはOK。 マシュマロはいいんですか？飴玉はごめんなさいらしいですよ。じゃあ、じゃあまあ、あげないっていうのはいいんですけどね、うん、そういう場合はね。じゃあみんなにマシュマロ。なるほど。なんでそんないいこぶっちゃうんですか？いやいや、でもね、基本お返ししたいんです。まあ、それはわかります。私も基本はもらったものは返しますよ。強がってお返しあげないなんて言ってるけれども、はい、本音としてはあげたいわけです、うん、やめてよ、やめて。まあ、もらう機会がね、そんなないからね。今年でもね、結構生徒からもらってですね。あら、よかったですね。結構かかりましたよ、お返し。結構もらったんだ。結構もらった。あれね、返す方はさ、たくさんもらうと困るんだよね。本当にね、実はちょっと困りました、今回。そうでしょ。嬉しかった反面、すごい困りました。そう、向こうは1対1だけどさ、こっちは1対他になっちゃうんだよ。そう、うん、ね。まあ、そんなのいいんですけど、だから、はい、ホワイトデーに突っ込め。バレンタインでお返しは丸々でよろしくね。書いてね。よろしくって書いてね。よろしくって書いてね。あ、なるほどね。なんか3倍返しとかね。こう、なんでしょう、あの変な制度は。うるせえよって話だよね。うん、給料の3倍とかさ、なんか3が好きだよね。あ、男からのもらい物に。三種の神器とか言いますしね。ね。三系とか言ってますね。何なんだろうね。何だろう、三。まあでも一つだと少なくて、はい、二つだと問題なくて、だから三つぐらいがちょうどいいんじゃないですか。はい、なるほどね。さて。
さてホワイトデーに突っ込め。ホワイトデーか、ホワイトデーか。プレゼントはお返しを求めないからプレゼントなんだ。最初から、お返し求めて、ホワイトデーちょうだいねなんて言ってあげるのが、プレゼントじゃない、こんなものは。気持ちがない、そんなの。なるほどね。確かにね。違う。でももらえないと寂しいんだよね、きっとね。でも言っちゃいけないよね、みたいな。そこは暗黙の了解でいてほしい。女の人がデート行ってさ、ご飯ご馳走してもらえることは分かっていても、一応まあ払うそぶりはしようよみたいな。まあまあそういうと近いものありますね。一応財布出そうよみたいな ね。そういう姿勢は大事だよね。そう、ちゃんとごちそうさまでした言おうよみたいな。そうだよね。何も言わないようなたまにいますからね。いますね。何なんでしょうね。ゆるさん慣れちゃうんでしょうね。だからでもそこに慣れちゃいけないわけです。いや、我々男子はさ、例えば逆にご馳走されたらさ、そういうこと機会が少ないからさ、やっぱりありがとうとかごちそうさまとかさ、過敏に結構言っちゃうような気がする、なんかでも言わないで気持ち悪いですとかね。女の人はもう元来そういうふうにほら誘われてなんぼってみたいなところがあるから、はは慣れちゃうんだよ。あばずれ、ひどいこと言いますね。はい、あの、だんだん本題からずれてきましたが、ホワイトデー突っ込め、残り3分切りました。ほとんど突っ込んでませんけど、ほとんどなんか世の女性に突っ込んでるみたいな。敵に回さないようにお願いします、ね、だからホワイトって何。確かにね。さあ、でもやっぱりね、みんなチョコレート好きだからさ、だからチョコレートなんだと思うよ、お返し。まあそうもあんだけど、逆チョコもほら あるじゃない。要はみんなチョコ好きだから、クッキーあげりゃいらない、キャンディーあげりゃ太らせたいの。何あげても文句ばっかり。ああ、2ポイントよし、きたー、ね、そうですよね。結局何が欲しいんだって話ですよね。まあね、はい、でもみんなありがとね。というわけで、はい、いろいろ突っ込ませていただきましたけれども、はい、まあもらえたら嬉しいわけですよ、バレンタインがね、はい、だからお返しはしたいんです。言い残したことはありませんか。言い残したことありませんか。言い残したこと、あ、今以上って言ったら終わりなのね。以上でございます。はい、ありがとうございました。